参ります。くせ者か。待て、姫御瀬は今お祈り中だ。鈴を鳴らして邪魔をするわけにはいかんぞ。示しませ、卑弥呼様。この国の先を見せてください。どうやら先見の巫女は奥にこもっているようですが。卑弥呼様はリンリンとおっしゃられています。あれ、姫御瀬が鈴の音に気を取られてしまう。祈祷の邪魔じゃ。姫御瀬の邪魔をさせるものか。おお、随分とたくさんの客であるな。兵をぶつけるだけ損ずるか。舞を舞うかのごとき華麗な戦ぶりでござった。鷹狩りの方があるか手応えるわ。なるほど、卑弥呼様、各地で戦乱の目を詰めばいいのですね。少々騒がしくなるかもしれぬが、心を乱すな。卑弥呼様のお告げで前に訳したかんざしが出てきました。私ではない。これも全て織田軍の盛況なるがゆえ。物の空図と魔王が空図、勝る側は言うに及ばず。卑弥呼様、私この国の女王になるのですか。間もなくです。ご神格がもうここに。気をつけて、さらなる速さで追い詰める。承知つかまつった。伊予河野改め山大国ってにならなきゃいいんだけど。お前も無敵。お前は何段ほどで倒れる。死んだふりすればいいんだ。うん、最前線に赴きます。危険ですがやれます。仰せのまま。ふん、勝家にはわしらの代わりにせいぜい働いてもらおうかの。仰せのまま。愛せきはねえ。あるとすればそれは憤怒だ。戦とはこういうものだと。構えられよ、いざ我が家臣の仇へ。乗り込んでくるだけはあるか。認めよ。我らの未来は我らが選ぶ。あまたの戦場を切り開く。それが彩花の生き様だ。彩花様、我らの援護。いいだろう、今が機だ。心よい務めだ。蘭丸とのままごとに比べれば。何度鳴らしても姫御瀬の心は揺れないぞ。言い逃れはしない。確かに私はあなた方の仇だ。だが
この命を差し出せとは聞いていない。まだ見ぬ四代目よ、我らはお前と共に。してるのかな。いい眺めじゃろ。八つも鈴を。残らないでしょうか。これ以上鳴らしたら姫御瀬は。姫子様、マコイチ姉様みたいに私を大きくしてください。私が打つべき賞はあと何人か。一度どなたかに伺いを立てておくか。僕の者は血気盛んじゃな。因果の水を引き込まれる。さまざませよ。なんせ怪人に来つく。それが信長様のお望みだ。先を得たいならか。酷な話とは思う。死を悼むのか微笑むのか、全ては人の特権です。百鬼夜行と恐れるならば遅すぎた。あなたにはもはや逃げ場も先もない。え、どうの鈴の音、お休みの時間です。大物庫への扉が開かれたぞ。イニシエの宝を隠せ。イオ・フォーノの宝、一目見て損はありません。急ぎましょう。在りし日の和か。万夫不当だと。そのようなものまやかしだ。拙者も負けてはおられませぬ。まだまだ、せめてを緩めず参りましょうぞ。
ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズバババババババーッと振り払っちゃいますよ。あなたも卑弥呼様のお声を聞きたいんですか？もう疲れちゃいました。すまないが、神になど頼るつもりはない。あえてすがるとするなら、それはあやかしにだ。昨夜落ちたあの星、私だったのですね。いかなる言葉ももう遅い。この心には届かない。なぜなら、とうの昔に私は止まっているのだから。